佐野実はラーメン屋を始めた当初どんな食材や醤油を使っているか調べるために荻窪春木屋の前で一日中立っていたことがある。佐野実は酔っ払いの客にナタを持って追いかけ回したことがある。品そば屋はラーメン博物館に入った当初は赤字だった。佐野実は学生の頃応援団長をしていた。佐野実はテレビより実際は優しい。佐野実は殺人予告を何度もされたことがある。佐野実は飛行機が嫌い。佐野実は寿司が好き。毎日のように寿司屋に行っていた。佐野実は大正軒の山岸和夫さんを尊敬していた。実はラーメン堂は佐野実の弟子である。